はい、皆さんこんにちは。サキッチョナースタキです。女性の体って気持ちいいから潤うんでしょって思ってる男性いませんか？いい雰囲気になってこうイチャイチャして、いざ女性の下に触れるとわ、なんか潤ってる、ちょっとこれテンション上がりますよね。じゃあそれって気持ちいいから潤ってるのか、でこれはイコールになるのかっていうと、なりませんね。多分女性ならこれ全女性共感してくれると思うんだけど、必ずしも気持ちいいから潤うっていうわけではないんですよ。でこれ多分男性からしたら、え、どういうこととか、今まで自分が知ってることと違うって思うと思うんですけど、じゃこれがなんでイコールにならないのかっていうことと、女性はなんで潤うのかっていう、そこのメカニズムとか理由を知っておくことってめちゃくちゃ必要で、もうこれは私全男性に知ってほしいし、女性もこれを知って相手に主張しちゃってもいいと思う。これマジで分かってない男性多すぎ。今回の話はマジで知っていて損はないので、最後まで見てください。でもちろん気持ちいい時にも潤うっていうのはそれは合ってるんですよ。でも必ずしも全てがそうじゃないっていうことを今回は話したくて、じゃあ皆さん想像してみてください。カラッカラの乾燥した皮膚の上をずっと擦られたらどうなると思います？多分皆さん痛いなとか不快だなっていう想像をしたと思うんですよ。女性の中が潤ってないとこれと同じ現象が起きるんですよね。その時にクリームとか、あとはなんかローションみたいなものがさ塗られてたら、ちょっとここってスムーズにいくじゃないですか。で言ったらそういう役割を果たすのがその分泌液なんですよね。そうってことは、まあそれがあった方がいいっていうのはわかるじゃないですか。そう。ほんで、まあ例えばですけど、じゃあ突然なんか男性からすぐにじゃあ手で触られた時で、ちょっと女性からしたらビクってなるんですよ。でそのビクっていうのはいい意味じゃなくて、怖いなっていうなんか危機感みたいなのを感じるんですよね。でその危機感によって女性は潤うんですよ。これは今聞いた感じいい意味じゃないことはわかるじゃないですか。自分の皮膚が傷つかないためにわざとその液を出してるっていう、もう本当にこう動物的なもう本能なんですよ。だからその気持ちいいとか気持ち良くないの次元の話じゃなくて、自分の体が傷つくか傷つかないかのそこのこう危機感の次元に入っちゃうんですよね。なのでこれは自己防衛のその本能によって潤ってるっていう風に認識した方がいいです。じゃあこれってその気持ちいい時と自己防衛の時ってどうやって見分けるのって、これは見分けることができません。これも勘違いしてる人多いんですけど、女性ってそんな短時間で潤わないですよまあ世に出回ってるそういうビデオとかそういうコンテンツによっては、なんかちょっと触ったら女性って興奮してそういう液が出るんだって思うと思うんですよ。実際むちゃくちゃ時間かかる。もう男性が思ってるはるか数倍手間をかけないといけないし、時間も。なので3分4分ちょっとこちょこちょと触って、まあ、ちょっとすごい興奮して濡れてきてるとか、そういうのってマジで勘違いやなって私は思っちゃう内心で。大体の空気感で女性もある程度分かってくるんですよ。あ、この人もうこれでなんか入れてくるんじゃないかなとか、でそういう、あ、やばい、もう濡らさなきゃ濡らさなきゃっていうその焦りから潤うっていうことも全然あるんですよ。けどそれを勘違いして、わ、この子すごい濡れてるとかで、そういうこと言っちゃう男性もいるじゃないですか。いや、もうとんだ勘違いよってなりますよね。女子からしたら確かに潤ってるよ、でもそれは気持ちいいで潤ってんじゃなくて危機感で潤ってんの。あともう一つ言うと、その女性の膣の中って自浄作用っていう、まあ自分の中をね清潔に保つために常にその織物っていうね分泌液が出てるんですよね。でそれも結局はまあサラサラっとしてたりとか、日によってはちょっとこう粘度の高いような液であったりとか、量も本当に日によって違くて、例えばそれが生理前とか生理後とかによっても多い少ないっていうのが変わってくるんですよ。でそれをもしかしたら濡れてると勘違いしてる人も多いんじゃないかなって私は思う。だからぶっちゃけそのなんか触られた時に、え、なんかめっちゃ濡れてるねって言われても、いや全然興奮してないのになんでって、自分でもなんでって思う時ってあるんですよ。
だからそういう時はおそらく分泌液じゃなくて日頃から出てるただの織物って感じの認識やから、それで気持ちよかったのみたいな感じ言われたら、女側からしたら滑稽やなって思っちゃうレベルで勘違いを起こしてますからね。だからそれをほんまに勘違いやめた方がいい。まあ、たまにこう色でわかるしとか、なんか味でわかるしみたいな言う男の人もいるんですけど、わからんよ。だいたい外してますから。それってまあまあ恥ずかしいじゃないですか。だからまあそうならないためにも気をつけてほしいなっていうふうに思います。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。まあこの動画が少しでも参考になったと思ってくださった方は、下のグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。